続いて、四キロメートルチームパーシュート1、一二位決定戦です。ホームスタンバイ、奈良県、新生商用、川野正規、西原雄太郎、二宮敦、馬越博之です。そして、バックスタンバイ、地元・福島県です。白川実業、菊地海と角田明、石井裕樹、大高翔馬です。 さあスタートしました4キロメートルチームパッシュと1 2位決定戦です先着したチームが1位となります予選タイム1番時計を出したのはホームからスタート奈良県の新生商用昨年は大会記録を出す走りを見せました新生商用ですバックからのスタート地元福島の白川実業がこの1 2位決定戦へと上がってまいりました 予選の時計は4分27秒091です31秒と32秒気合の入った白川実業が1周目からやや新生商用をリードしての展開となっていますさあバックリードは続いていますコンマ3秒 2周を回ってきましてスプリットは57秒です1キロのスプリットは1分10秒この辺りは落ち着いて1キロを両チームともに刻んできましたじわりと新生商用がリードし始めてここで返して新生商用リード 1>, 1分23秒3と7コンマ4秒リードしています両チームともに4名のきれいな隊列じわりじわりとその差を広げていきますその差は1秒から2秒程度 今日は日は差しがいいていますこの岩木平競輪場非常にコンディションのいい中で先ほども好タイムが出ていました2キロのスプリットは2分14秒6で回ってきました白川実業は2分16秒9ですそこの2分14秒の時計は予選タイムとほぼ同じ時計を刻んでいます 先ほどの松山城南も2分14秒から最後後半一気に畳みかけるようにタイムを取ってきまして4分23秒さあ新生商陽がここで3名の体制となった白川実業は4名体制さあ3秒差ほど差をつけまして3名体制2キロを過ぎたところそして時計は今3分を回ろうとしています 白川実業もここでどうやら3名体制残り3周回3分6秒で回ってきた新生松陽と3分9秒白川実業その差は3秒まもなく3キロ3分19秒で3キロのスプリットを回ってきました さあこれは予選タイムよりも早いペースを刻んでいる新生商用3分19秒残り 1km から最後どこまで上げてくるか昨年の新生商用が出しました大会記録は4分22秒935それもこの後後半のペース次第というところではありますが十分に射程圏内に収めてきました新生商用残り1周に向かっていきます 3分58秒で回ってきましたさあ3分58秒4分24秒前後あたりになるかそれとも4分23秒あたりに持っていくか残り半周大きくリードを取りまして最後3名が 平走の状況、3層の時計になります、きれいな隊列となって、まもなく入ってきます、23秒今、超えた4分24秒239、4分24秒239 23、新世商用、白川実業、4分27秒577、4分27秒577となりました、従いまして1位決定戦、先着4分24秒239を出しまして、奈良県新世商用が第1位え、そして福島、白川実業が第2位となります。 4キロメートルチームパーシュート、従いまして、この決定戦、順位決定戦結果に基づき、第1位は奈良県新生商用、第2位、福島白川実業、第3位、愛媛松山城南、第4位、岐阜県岐阜第一第5位に岐阜県岐業第6位、福島医学法石川、第7位、鹿児島南大隅、第8位福井、福井科学技術、以上となりました。